公立鳥取環境大学は、鳥取県鳥取市若葉台北1丁目1番に1号に本部を置く日本の公立大学である。2001年に設置された。大学の略称は、環境大学、環大、TUES、鳥環。キャンパス全景鳥取県と鳥取市が共同で設置し、学校法人へ寄付することで設立に至った。公設民営方式の私立単科大学として開学したが、少子化や高い学費などを理由に志願者数が減少したため、公立大学法人化が検討され、2010年10月に新生公立鳥取環境大学設立協議会が発足し、2012年4月の公立大学法人化が正式に決定、公立大学法人化された。1992年以降、鳥取県の大学数は鳥取大学1校のみで日本の都道府県中最少であったが、公立鳥取環境大学の開学により他県にも例のある2校に並んだ。名誉学長は加藤直武と古澤巌。学長は江崎信義。鳥取県内の大学、短期大学では唯一専用の郵便番号が割り振られていないため、住所の郵便番号が用いられている。略称基本理念公立鳥取環境大学では、人と社会と自然との共生の実現に貢献する有為な人材の育成と創造的な学術研究を行うことを基本理念としている。目的公立鳥取環境大学では次の目的を制定している。学外拠点、就活拠点街中キャンパスサステイナビリティ、研究所サステイナビリティ研究所は5つの研究室で構成され、持続可能な農林水産のあり方や廃棄物問題、自然資源を利用したエネルギーの活用など、環境の持続可能性をテーマに研究を推進している。2011年3月には研究所施設が完成し、より一層の研究の推進、研究成果の情報発信を行っている。地域イノベーション研究センター地域イノベーション研究センターは、創造的かつ発展性に富んだ鳥取固有の豊かな生活実現に寄与することを目的とし地域に関する総合研究、その成果を地域に創造的かつ実践的に展開していく地域貢献及び教育の3つの活動分野によって地域の豊かな生活実現を目指している。公立鳥取環境大学の場合、課外活動を行う団体、組織は体育部会と文化部会との2種類に大別される。いずれの部会も活動実績などに応じて団体、組織の昇格、あるいは降格があり、部、同好会、愛好会に分けられている。これらは公立鳥取環境大学の学生自治会であるクラブ会によって管理されている。公立鳥取環境大学では2017年8月1日現在、体育部会で20、文化部会で29の計49の団体が活動している。サークルは大きく分けて、大学公認サークルと非公認サークルとの2つに分けられている。前者はクラブ会の管轄下にあるが、後者はその限りではない。なお一般的に前者の場合は部、同好会と称され、後者の場合は愛好会と称される傾向にある。公立鳥取環境大学では、クラブ活動、大学祭等、学生の自主活動を支援し、学術文化の向上、スポーツ活動の発展や地域活動の支援に努め、公立鳥取環境大学の学風の醸成に寄与することを目的とした、公立鳥取環境大学学友会という組織しており、公立鳥取環境大学の学生であれば、誰でも学友会内の組織に所属することができる。なお公立鳥取環境大学の学生は入学と同時に学友会の会員となる。感謝祭は公立鳥取環境大学の大学祭である。大学祭実行委員会により近年は10月第3週の土日の2日間にかけて開催されている。なお感謝祭という名称には自分の周りのすべての環境に感謝するためのお祭りとの意味が込められている。2001年の開学に合わせて初めて開催され、2020年現在19回にわたり開催されている。2017年に平成29年台風第21号に伴う悪天候から2日目の開催を中止とした。また2020年には、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、新型コロナウイルス感染防止の観点から、感謝祭りを中止とする判断がなされた。ロゴマーク2012年に開催された第12回感謝祭より、現在のロゴマークが使用されている。ロゴをなす三重の輪は、内からそれぞれ、委員同士のつながり、学生とのつながり、地域とのつながりを表しており、内から外へと波紋のようにつながりの輪が広がって欲しいという願いが込められている。年ごとのテーマ感謝祭りのテーマは、大学祭実行委員から挙げられたものと、アンケートによって学生から挙げられたものを、まず委員会内で一定数内に絞り、最終的には学生を対象とした投票によって決定される。学食ダンクショップ英語村 ATM コーナー。ありがとうございます。